ここからは水曜日に行われました J リーグ第23節ヴィッセル神戸戦をご覧いただきます。はい、まあ、ヴィッセルは、ね、現在10位ということですけども、まあ、やはりこういった下位であったり注意であったりこういうチームには絶対落とせないんで ね、 そうですね、はい、この試合はやはり勝ち点3アウェイの勝ち点3が欲しい試合になりました。はい、それではヴィッセル神戸戦のスターティングメンバーをご覧ください。レッツは 3-5-2 のフォーメーション、累積警告で出場停止の鈴木のポジションに阿部、FC 東京戦1ゴールの堀之内が3バックの左に入ります。一方神戸は 4-4-2 のフォーメーション、レアンドロと近藤の2トップ、リーグ日本人最多得点の大久保嘉人は要注意です。自分たちのミスが多かったりして、まあ、かなり厳しい展開でした。カウンターがいいチームというのは聞いてたんですけど、本当に予想以上というか、いいものがあったんで、かなり危ないシーンもたくさんありました。まあ、みんなで中で集まったときに、やっぱりもう一回自分たちのサッカーやってみようと、前半忘れて、もう一回ゼロからやりだそうと、もう一度みんな動き、それでボールの出るところをね、タイミング測って走ってみようと。まあ、ロビーからいいボールをやって、まあ、思い切り打ったことが良かったと思います。調子もいいし、組織的に攻めれて守れているので、まあ、それが好調の原因だと思います。ボール来てチャンスと思って飛び込んだと思われしか分からないです。気づいたら達也が点取れてました。2点取ってから1点返されるっていう、まあ、その辺はちょっとまだ引いてしまうというので、まあ、そういう時間帯で自分たちのサッカーをしっかりできてました。
もちろん守備の方で入りましたけど、まあ、シンプルにシンプルにもう上げて終わっていっちゃったので、まあ、特に細かいシーンっていうのはなかったですけど、まあ、マークのとこと、まあ、するぐらいです。久々にやったんでいまいちでしたけれど、久々だからといってもやっぱり最初からやらなければいけないだろうし、まあ久々にやれて、まあ楽しかったは楽しかったです。ああ、ゼロまで楽しみ。有alguma chance? O time dele também teve alguma chance? Mas no segundo tempo a gente foi mais feliz e conseguiu fazer o gol.Jetzt erst einmal war es wieder ein sehr wichtiger Sieg für uns, denn im Moment müssen wir sehen, dass wir so viele Punkte wie möglich sammeln, weil wir in Zukunft noch einen sehr intensiven Kalender haben. Und wir haben heute in der ersten Halbzeit eigentlich einen guten Start gehabt, sind dann im Tempo etwas zurückgegangen, vor allen Dingen, weil Kobe auch mit den sehr guten Offensivspielern sehr viel Druck gemacht hat und einige gute Angriffe gegen uns durchgeführt hat. Aber wir sind dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit wieder gut ins Spiel gekommen, haben vor allen Dingen durch unsere Offensivspieler vorne einige sehr gute Möglichkeiten herausgespielt, haben vom Mittelfeld her wieder mit mehr Tempo nach vorne in die Spitze gespielt, auch über die Außenposition sind wir effektiver geworden, sodass wir dann im Endeffekt dieses Spiel für uns entscheiden konnten. J リーグ第23節、ヴィッセル神戸戦は2対1でレッズの勝利でした。はい、田中選手。